Radio Free. 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 76.2. Radio Free. 76.2. Radio Free.こんばんは、橋本茂友です。ちゃもつの耳、11月16日木曜日午後6時半を回りました。よろしくお願いします。さてさて、もう今日は あまり前振りいろいろ余計な話をしないようにしようかなと思って、先週ですね、番組始まる終わる時ですね、終わる時に来週ね、22、23、水曜木曜日ですけども、エルパク仙台ギャラリーホールでありますですね、演劇ワークショップ PEG の、ミュージカル公演、アイウィッシュ、こちらの、ね、本番ありますっていう話をして、で、まあ、1週間前なので、関係者誰かしら来て、告知例年だとするから誰か来ないかなって言ったら、今週ちゃんと来てくれました。はい、ということで固くなに喋らないね、いいよ、世話笑ってもらっていいですよはい、ということで、演劇ワークショップ PEG から、今回の出演者であります、ですね、どうしようかな、自己紹介してもらいましょうかね。じゃあ、はい、役もまね、じゃあ、はい、役母の役をやりますまねです、よろしくお願いします。はい、そしてジャック役を、します山地杏里です。お願いします。まね、さんと杏里さん来ていただきました。はい、よろしくお願いします。欲しいな、さっきまですっごい喋ってたんだけど急に緊張になっちゃいますね。緊張しちゃいました、はい、大丈夫ですよ、はい、一番緊張してるのは俺らですからはい、ということで、今日は2人来ていただいて、先ほども言いましたけどアイウィッシュ、ね、はい、来週の公演について、はいはい、それから、あとは何の話するって言ったんだっけ早い、ね、いろいろ、なんでアイウィッシュなのかとか、はい、そうですね、あとちょっと今回俺は音楽も、ね、関わってるので、はいはい、その辺の、ネタもちょっと用意してあるので、はい、ギリギリ攻めようか振ってみようかなって感じで、はい、ということで30分ですけどよろしくお願いします。お願いします。ということでございまして、オープニングからオープニングからオープニングをもうそうですね、本番前にもう聞いてもらっちゃいましたけど、はい、贅沢ですね、うん、始まるぞっていう感じ、始まるぞっていうところで、はい、改めてご紹介します。演劇ワークショップ PEG から、マネさんとアニさん、はい、はい、今日はですね、それで、まあ、頭でもお話しましたけども、来週22、23、はい、2日間、はい、ね、エルパク仙台ギャラリーホールでありますですね、はい、オムライスミュージカルアイウィッシュ、こちらの出演ということで、はい、ね、今これ本当にさっきのオープニングから今後ろで鳴ってるのが1曲目、はい、ね、この今後ろになってるオケに合わせて
もう登場人物、ね、皆さん歌いまくる、ね、はい、ドキドキしながら聞いてます、ね、今ねこれ後ろで鳴ってると気が気じゃないっていうようなね、動かなきゃみたいな自分が歌うとこだとかなんかいろいろとであるんだろうなっていうのをちょっとあえてこう、俺らは狙って今日かけたはい、ということで、はい、この I wish you この作品ですけれども、これはどういった作品ですか？あらすじはですね、はい、深い深い森に囲まれた王国に子供がいないパン屋の夫婦が住んでいたんですけど、うん、そこにある日突然魔女が訪れて、子供ができないよう呪いをお前らにかけたよって打ち明けるんですね、うんうん、でその呪いを解くためには4つの材料が必要で、その4つの材料を探し求めて、深い森へと出かけるっていう話ですね、はい、グリム童話のお話に出てくる登場人物がたくさん出るので、うん、なんか本当に絵本読んでる感覚で見に来ていただければ楽しんでいただけるかなと思います。なるほどなるほど。それで、これね、もともとあのミュージカルイントゥザウッズですね、この作品をあのベースにモチーフにしてるっていう作品で、はい、でそれで2人はその中のさっきも紹介してもらったけど、はい、ジャックと豆の木の、そうですね、登場人物で、ジャックと、はい、私マネがジャックの母っていう、はい、今日はだからあの親子で、はい、登場してもらったっていう、そうですね、うん、グザグザの親子でどうですかこの作品、もうあと来週本番だけども、はい、そうなんですよね、うん、いやすごい楽しい作品で、うん、みんなあのメンバー同士もすごい仲が良くて、うん、あのいつもお稽古してる時にもあの楽しくなっちゃって、みんなもう、うん、いい感じなんですけどでも本番近いのでやっぱりちょっと焦りとかはありますね、うん、緊張感とか、そうですね、緊張が少しある感じで、はい、今回 PEG 出演者は何名？あ、今回は、うん、メインキャストが、15名で、はいはい、アンサンブルキャストが 5名ですね。あ、なるほどなるほど。総勢20名ですかね。そう、あ、そうだね、はい、なかなかあのもうおいらも、はい、あの1回2回稽古ね、ちょっと見に行ったりとかしてるんですけども、まあ、どうしてもあの稽古場だとこうね、実際のステージより狭いし、結構ドタバタする感じがあってみんな、ね、あの役は分かるんですよ、みんな何の役をやってるか分かるんだけども、こう、ね、あのそのシーンごとでもどこからどう出てくるとかっていうのもなかなか ね、 そうですね、複雑な窮屈な感じで、ね、なのでね、結構あの今日も来てもらった2人も、ね、はい、あの出たり入ったりしてるのは分かってるんだけどなかなかこう認識するまで時間がかかってるって、うん、みんないっぱい走るし叫ぶしみたいな感じですか、うん、ね、出入り口は混雑しがち今回のミュージカルはね、え、ほんとね、あの PEG ほら去年は、夏の夜の夢、はい、ね、そうですね、シェイクスピアのやったりとか、はい、まあ、その前はまたミュージカルの、はいはい、ね、オムライスの作品やったりとかもしてるんだけども、うん、あのそうそう、今回はこれさらに実はね、はい、あの昔オムライスがやってた作品の再演という形でもある、はい、何年だ、98年、1998年、ね、25年前、25年前の作品を久子先生が演じていた、うん、そっかそっか、ね、そうなんですよ。だからでオペラもね、オムライス関わる前、その時のアイビッシュの次の作品から関わってるので、あアイビッシュこの前の初演の時っていうのは俺らもちょっと、あの全く関わってなかった、はい、ところなので、まあ、そのそういう意味ではちょっと新鮮に、実際初めて、そうそうそう、実際初めてそうなんですよ。だからね、その辺はなかなか、なんだろうな、緊張感というか、ね、そうですよね、うん、役者は本当ね、あのなんだろう、登場人物がすごい
入り、なんだろう、入り乱れてる感じは、うん、ね、そうですよね、うん、もう絶対1回じゃ最初ごちゃごちゃしすぎて、ええ、どこ見たらいいのって何が違う、そうですね、ぜひもう3回見に来ていただくぐらいな、うん、あ、そうね、あの本当だからね、あの水曜日来てもらって、初日ね、1回目初演見てもらって、初回、はい、1回目見てもらって、で、ね、で面白かったらもう次も来てねっていうぐらいの、ね、そういう2日間あのエルパークに来てくださいっていうぐらいのですけれども、どうなんですか、はい、役作りとかそういうのっていうのは、はい、稽古ってどのくらいから始めてる？あ、稽古は、うん、だいたい7月あたりから始めてますね。あ、なるほどなるほど、はい、意外と短めな期間で、うん、4ヶ月ぐらい、ね、集中してやってる感じ、はい、まあ、それはね、実は聞いたけど俺らもよく分かってることある曲をね、あの、そうで、そう、あの、もともとその前初演の時は、あの、玉造美奈子さん、はい、が全部曲を作ってて、はい、で今、ね、後ろで回ってる曲とかもそうなんだけども、で、まあ、そ、あのシーンを、ね、ちょっと演出上変えたりとか、うん、あのそういうところに新しい曲を入れたりとか、ちょっと前の曲と差し替えたりとかしたところを、うん、俺ら今回作ったりとかしてて、はい、なので、ね、あの、なんていうのかな、うん、俺らも非常にこう、なんだろうな、曲を作ってる期間が長かったような短かったようなっていうかですね、あの、ずっとね、番組でも、あの、なんだ、家にこもってますっていうのをずっと言い続けてたような、ちょっとそういう時期があったのではい、そういうことでさあどうしようかな、うんと、ちょっと曲を聴いてもらおうかな、はい、ぜひ、などと言いながらもですね、実は、あの、今回ね、はい、この作品っていうのが結構、ソロで皆さん歌う、そうです ね、ほとんど、曲が、うん、ほとんどで、登場人物がたくさんいて、みんな主人公みたいなレベルで、ね、そうそうそう、はい、なので、あの、いつもだとその本番用にね、こうみんなで歌ったりするところをこう最初に、はい、あの、すでにこう録音しといて、はいはいはい、それに合わせて重ねてこう歌うような、はい、あの、やり方もあるをよくやってるので、ね、あの、あ、そうそう、アニさんね、はい、あの、卵ファームそうですね、のね、卒業生で、はい、前来たことあるんだよね。そうですね、6年ぐらい前に6年前に来るんだね、当時ね、はい、ちびっこちびっこ、そうそう、なんか見たことあるなと思ってなんか見たことあるな、まあ、まあ、それで、あの、ね、歌をいつも録音するのは今回はそのソロで、まあ、の、実際に本番の時に歌うっていうので、はいはい、あの、今手元にあるのが、まあ、いわゆるカラオケっていうかね、うん、そうですね、歌うためのオケしかほとんどないので、はい、今日ちょっとその、あの、あえて、その25年前 のレアですね、レアなバージョンでちょっと聞いてもらおうかなと思ったわけですよ、はい、で、あの、なんだろうな、具体的に言うと、その時の当時の公演の録音ではなくて、その翌年に俺らが関わった時にオムライスで CD を作ってるんですよね、はい、くらえっていう CD があるんだけど、これに、あの、ね、IBC の今回も、ね、はい、あの、使われる曲が何曲か収録されてるので、それからね、ちょっと2曲ほど聴いてもらおうかなと。曲ちょっと短いのでさーっとね、はい、あの、はい、なんだけど、で、まず最初はですね、赤ずきんが歌ってる曲、はい、はい、楽しい曲です ね、 ね、はい、楽しい曲なんですけど、ドキドキはやめられない、これをですね、オムライスの、マリちゃんが歌っております、はい、はい、マリちゃん先生が、はい、で、もう一曲がですね、これ、あの、今回 の、 あの、多分ね、台本に書いてあるのとね、曲のタイトルがちょっと違ってるんですよ。だけど、うんうんうん、曲は一緒です。あのこっちの CD の時は森へ行きましょう娘さんっていうタイトルになってるんだけども、はい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 、それを、オムライスの、織江さん、はいはい、が歌ってます、はい、25年前のお二人が歌ってる、はい、25年前の歌声ですごい素敵ちょっと聞いてみたいと思います、ね、はい、ありがとうございます。時々言って素敵、怖くてもワクワクたまんないわ。お母さんの頭の角が目に浮かぶけれど、新しい世界いっぱい見れるの。時々ワクワクフフフフ
聞いちゃいました聞いちゃってまずね、当時のなんだろうね、若々しさがありましたけども、でもね、今回も、はい、この曲はそれぞれ、ね、そうです ね、 ありますね。皆さんね、今回の出演者の皆さんがしっかりと歌ってくれるというね、はい、ここにいない2人がきっと汗汗してます ね、 今そうですね。でもね、アーニさんの役も、はいはい、ね、マネさん の、 そのお母さんもそれぞれ、ね、歌 う、 そうです、ねね、曲がそうです、ね、ありますよね、はい、どうですか自信の方は。自信いや、もう頑張ります、はい、どうですか。いや、はい、ピエクの舞台に立つのも初めてなので本当に緊張してるんですけど、うん、頑張ります。あ、そうだ、でもね、マネさんってピエクの前に、あ、前です、本当にオムオリンピックの、オムオリンピックね、はい、オムライスの、うんうんうん、何年前、3、4年4 3年前か、年かな、2020年ね、はい、ワンダーキャッツってやった時には参加してたからね、はい、出させていただきました。でももうね、アニさんは卵ファームずっとやってて、あ、そうです ね、 ね、その後もミュージカルってどうですか。ミュージカル実際こう参加する、歌うみたいな、楽しい、うん、楽しい、そうですね、歌もお芝居もダンスもあるので、うん、全部好きなので、うん、やっぱり楽しいですね、やっぱもうあれもきっかけはでも本当もうミュージカルっていうすぐそんな感じ、うん、そうですね、常盤学園のミュージカル部から始まってるので、うん、そうか、あ、一緒だって言ったよね。あ、そうなんです、ね、実は高校も離れていますが、うん、先輩後輩で、そっかそっか、あ、もうちゃんとそういう下地がね、もう、うん、今回運命の共演っていう、ね、運命も運命で、しかも親子役っていうね、いどんだけ近しいんだっていう、ね、年そんな変わんないんですけどね、うん、実際ん、ね、はい、ちゃんともう親子に見える感じでこうステージ舞台上では、はい、頑張ります、ね、作ろうぜひ作ろうやることになるんだろうな、うん、さあ、そんでですね、まあ、さっき2曲はね、はい、加工音源にはなったんですけども、その玉造さんが、うん、その当時作った曲で、まあ、ノリノリの曲もあればね、ミュージカルらしい感じの曲で、うん、で、俺らは今回、はい、これね、この玉造さんの曲に沿った感じで、いろいろ何曲か、うんうん、はい、歌物とかをこう作ってるんですけども、それもちょっとせっかくなんでちょっとかけようかなと思ったんですけども、はい、やっぱりね、歌ってる今回のね、皆さんが歌ってる音源がないので、はい、今日ちょっと話のネタで
おいらが曲を作ってみんなに聴いてもらって歌ってもらうために、はいはい、あのおいら仮歌入れてるバージョンっていうのがあるので、はいはいはい、それを聞いてもらおうかなと。レアです、はい、本当に。ということでこれはですね、あの、まあ、さっきのあのね、赤ずきんの、 あの話の流れのところで、はいはい、出てくるあの狼と、はいはい、あの赤ずきんが出会ってやり取りしてるっていうですねタイトル、ごちそうっていうタイトルなんですけどこれをちょっと触りだけどちょっと聞いてもらおうかなというのでちょっと言ってみますね。はい、はい、ピッチピッチでフレッシュ、おいしそうな娘、食欲そそる、全部かけちゃった。いやー、ありがとうございます。ちゃんと最後の遠吠えまで、ね、しっかり。そうそうそう。だからあの曲 歌の間に感想とかでこうセリフが入ったりとかするじゃないですか。はいはい、だかそれをあの、まあ、長い尺だと、はい、あの結構そのままあと芝居をみんなするじゃないですか。するから、まあ、そこに合わせてっていうのでいいんだけど、はい、なんかこうタイミング的にここにこのセリフちょんとだけ入るとかっていうのって一言とかだと、そう、そういうところだとあのここにこういう感じで入ったらいいんじゃないかなってこう、まあ、俺らが作ってるので曲をねだそれをあの、まあ、譜面とかねそういうのにこう書き込むのもあれ、はい、あるんだけどもう分かってもらうのに自分で入れちゃうっていうね、うん、それが今の結果ですねありがとうございます楽しかったですもう、ね、最後にもうまさか吠えるところまで入れるとは自分でも思わなかったはい、まあそんな感じでですね、はい、なんだろう、これもしかして今日おいらが一人で楽しんでる感じ。いや、すみません本当に、ね、ありがとうございます、うん、ね、具体的にあの公演 の、はい、あのお知らせをじゃあちょっとお願いしましょうかね。はい、改めて演劇ワークショップ PX 演劇公演シーズン8ですね、8回目の公演となります。オムライスミュージカルのアイウィッシュで脚本演出渡部美佐子、音楽玉作り美奈子、橋本さんですね、はい、作っていただきましたで日付といたしましては1週間後です、はい、2023年11月22日の水曜日18時半、23日木曜日、こちらは祝日です、午前11時。改めて同日の23日15時からとなっております。現在23日の11時の回はありがたいことに完売となっております。ありがとうございます、はいはい、じゃあ残りこの 2回をさっき言ったじゃ あの22日見に来てもらったら、じゃあ23日の午後3時にもう一回来てくれると2回見てもらえる、ね、23日の午前中見た方も午後もぜひそのまま見ていただいても、うん、そういうことだね、はい、で一応会場は30分前となっております。場所はエルパーク仙台ギャラリーホール、仙台三越常禅寺通り館の6階
となっております。前売りのチケットに関しましては2800円、当日券が3000円となっております。日時指定、全席自由、未就学児は不可となっております。ご注意ください。お問い合わせ先はオムライスファクトリー、電話番号022-278-5582、または失礼しました、 E メールの方で om-stage@omurisu.com までお願いいたします。はい、ということでございまして、はい、はいはい、バッチリですかね。ね、もうなんだろう、はい、あと稽古する時間は今週のもう土日、土日だね、2回だけとなってます、はい、そうだね、俺も日曜日ちょっと行こうと思ってるんだけど、 ありがとうございます。本番と同じようにね、はい、そうです、音をね、はい、そうタイミングとか俺らも練習しなきゃいけないですよよろしくお願いします。ね、ね、じっくりと稽古して、はい、ね、良い作品を、はいはい、皆さんに見てもらいましょうと、はい、いうことで、ありがとうございます。俺らもこうやってこう、ね、お知らせとか来てもらうときにね、聞く側だけで行くとあれなんだけど、ね、自分も参加する側、一緒にね参加する側だからね、もう SNS の、まあ、元ツイッターやインスタグラムでも、うん、裏の映像写真とかも載ってたりするので、稽古場もぜひ見ていただければと思います。そうですね、少しでもいろんな情報いっぱいぜひ見つけてね、持ってって来てくれると、はいはい、楽しく見てもらえるかなというところで、はい、はい、ということでございまして、はい、今日はですね、来週の公演に向けて頑張っております、はい、PX からマネさんとアニさん、はい、来ていただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今週こんなところです。橋本茂友でした。それではまた来週。